マリカ・アヤンは、イタリア・ミラノ出身のポップシンガーである。マリカ・アヤネとも表記される。マリカ・アヤンは1984年1月31日に、イタリアのミラノで、モロッコ出身の父・アフメドとイタリア人の母の間に、生まれた。アヤンは、ミラノの中でも多民族が暮らす地域である、ミラノ2区で育った。1995年、マリカは、ミラノにあるスカラザノが商団に入団。 7年間に渡り活動していた。その後、アヤンはジュゼッペ・ベルディ音楽院でチェロの勉強を始め2001年に卒業した。2005年、マリカはヨモの CM のためのジングルとして虹のカナタにオカバーした。2006年、フェルディナンド・アルノは DTC の広報キャンペーンでマリカのタイムシーフを使用。2007年には ソブのスポット CM でマリカのソウルウェーバーを使用した。2007年、マリカはカテリーナ・カゼッリに出会い、初のアルバムであるマリーカ・アヤネを2008年9月に発売した。アルバムの最初のシングルであるフィーリング・ベターはいくつかのコマーシャルや映画の予告編などで使用され、イタリアで有名となった。2009年、アルバムマリーカ・アヤネに収録されていた曲、 イル・ジャーディのデイ・シリーチがバリラのコマーシャルソングに起用された。同じ年、マリカは第59回サンレモ音楽祭に参加、バンドネグラ・マーロの歌手であるジュリアーノ・サンジョルジが作曲した曲カム・フォーリエを披露した。この曲はイタリアのヒットチャートで2位にランクインした。タレント賞、アミーチ・チリ・マリアでフィリッピの第8回大会の出場者であるバレリオ・スカヌに対し、 マリカは、ドーポディーメという楽曲を提供、イタリアのヒットチャートで9位にランクインした。2009年4月、マリカは、アブルーツォに学校を再建するための資金を獲得するため、ドマーニ21から04から09という楽曲の制作に、他のイタリア人歌手と共に参加した。2010年、マリカは、イタリアの一流ソングコンテストである、サンデモ音楽祭の、 第60回大会に出場、リカミンシオダクイという楽曲で、ミヤマルティーに批評歌賞を獲得した。楽曲に参加したシングル。ありがとうございます。